ドレスデンカール・マリア・フォンウェーバー音楽大学は、ドイツのドレスデンにある国立の音楽大学である。ドレスデン音楽大学、ドレスデン国立音楽大学とも呼ばれる。現在約600人の学生が在学しており、30%近くの学生は、ヨーロッパや東アジアからの留学生である。水準の高い教育を実践しており、 毎年2000人を超える志願者からおよそ160人が選ばれて入学する。1856年にドレスデンのオーケストラの演奏者を育成する音楽学校として創設された。ハイレベルな音楽教育機関へと発展し、1959年に現行の大学となった。年間300本を超えるコンサートやオペラが開催されることでも有名である。先行は、 器楽、声楽、ピアノ、指揮、作曲、音楽理論、伴奏など、クラシック分野のコースはもちろん、ジャズ、音楽教育学、音楽学といったジャンルで、学士、修士、ディプロマの取得コースを提供。音楽学、音楽教育、音楽理論では、博士取得コースも提供。ドレスデンには、シュターツカペレドレスデンとドレスデンフィルハーモニーの2、 大オーケストラが拠点を置いており、音楽大学との協力関係にある。著名な卒業生に、ボリス・ブラッハー、ハルト・ムート・ヘンヒエン、オット・ローゼ、コニー・バウアーなどがおり、音楽界の第一線で活躍している。日本人では、指揮者の太田忠雄、斉藤ゆかり、ピアニストの大坪武ボ・が、同大学院を修了している。ありがとうございます。